この裸足のおじさんが、うん、これを履いたらでかくなるってことでしょ。180cm。 マジで？あんまりそんな感じさせないじゃん。シークレットブーツだろこれ。約170ぐらいの。180超えしてるよね。超えしてる。ヘアスタイル少し変えた？ちょっとね、ちょっとシェイブで、太った人が痩せたみたいな。この状態だ。あるじゃん。ありますね、うん。ちょっと上向いたね。ちょっと上向いたね。シークレットブーツが売ってるんすかね？ボンジョルノ、ボンジョルノ、シューズの、シューズの、ちょっと、これいいじゃん、なんか、これ、おしゃれな、ちょっと待って、全部背が高くなる、全部シューズ、シークレット、全部それ、全部それ、全部背が高くなります、もしかして今履いてる？シーク、シェード、履いてます、脱いだらちっちゃくなっちゃう、だってあれポスターの人じゃない、違うか。あの表のポスターの人ですか？ノー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 、これはメミク、あれ友達です。あ、友達です。老舗の革靴メーカーがやってるこちらのシークレットブーツ専門店、常に女子の目を気にしてるジローラモさん的なイタリア男子は女子より身長が低いとすごく気にしちゃうっつうことで、シークレットシューズを作ってみたらミクロ系イタリア男子の間で爆発的にヒットしたらしいっす。ちなみにバリエーションも豊富なんで、一度買った人のリピート率は 90% 以上らしいですよ。全然見えるさ、いいじゃないですかこんな。いやかっこいいよ。例えば、例えばですけど、これで何センチアップぐらいなのか。フィナ10センチメートル。これ10センチまで。普通の靴にしか見えない。見えない。シスですか？ノーマル。最大どれぐらいまで大きくなるんですか？マシモは15センチメートル。15センチまで高くなります。マジ？181になる。15足すと？うん。181から15引くといつ？166だよ。なんでそのベースの嘘ついてんじゃねえか。165.8cm ある。ちょっと彼に履かしてみたいですけど、これはあれでしいし、けどこれ買った。つうことで交渉 167cm、 実際は 165cm の三村がプラス 15cm に挑戦です。 165.8cm。ベース取ったよね。一回話したりしたよ。あ、そうですね。これ随分ちっちゃくなったんですよ。あの時点で随分高くなったんですよ。まあ5センチぐらいは持ってますよね、あれね。さっきのやつでちょっと一回もう一回持ってきてください。普通のレッドウィングですよ。レッドウィング。一回それ履いてください。普通のこれ何も持ってないから、ね。そう、持ってないですね。持ってない持ってない。ちょっと福田さん、あ、でっけえ。もう履いてるんですね。履いてるんですね。はい、履いてない。これ通常の日本のレッドウィング。ちょっと一回見ましょう。それ脱いでもらっていいですか。全脱ぎ？全脱ぎして。なんかちっちゃくなりました。これが正式な俺の身長。ここからですね。この、うん、こっからどうなるか。でプラス15センチを履きました。さあ、ジャグルさん履けましたか？履けましたね。じゃあお願いします。はい、でけえ、なんかあれでけえ、誰誰ない。三村ちょっと待って、でけえ、なんだおい、まあ、久しぶり久しぶりだ。気持ち悪い、なんだサイズおかしいぞ。気持ち悪い、伸びたんです。気持ち悪い、50インチ伸びたんです。あの三村が180センチの足長おじさんに大変身。正直気持ち悪いです。すげえでけえじゃん。すごい、ミラノがあったんだろうね。え、どうその感じは。世界が違うね。世界が三村さん見上げてますもん。ジーシーベリッシュ、気持ちがいいですよね。一瞬分かりませんよ、これもうちょっと下までやってたらこれね、これ2人ズボンだったら意外と分かんない。分かんないよ、俺らしか分かんない。このツッコミの人でやりにくい。そうだね、少し威圧感ある。うん、ね、威圧感ある。違うよ。これちょっと一回それ、その状態から三村さん、うん、この今大きいじゃない、脱いでほしいよ、これ
どんぐらいちっちゃくないか、そんなネタバレするこの状態がどんちっちゃくないか一回見させて、そんなネタバレするもう本当はしないんだよ、うち入んなよっつって、じゃあお邪魔しますじゃあお邪魔しますお邪魔します。嘘でしょ。超ちっちゃい。怖え。なんか怖えよ。その差。超怖え。怖えって、これが現実だよ。ちっちゃい。